彼日本のアニメ大好きですよ、ね、そこから影響されてる、インスパイアされてるの、イーロンマスクがね、あれやってることが全部直球中の直球ですよ、世界が後からついてくる感が、続いてイーロン・マスクはヤバい人ということなんですが、こちらですね、皆さんと打ち合わせさせていただいたときにイーロン・マスクのお話をいろいろ聞かせていただいたら、なんかすごくなんか盛り上がりそうだな、皆さんで話されると思って、ちょっとテーマとして取り上げさせていただきます。昨日あれでしたっけ、個人資産が トヨタの時価総額を超えたんでしたっけそう、ね、ちょうどそうですね、タイムリーに、うん、イーロン・マスクはヤバいっていうのは、ちなみに松尾先生がこの表現は使われてたと思うんですけど、覚えてましたそうですね、すごくもうテスラのイメージが一般的には強いかもしれないですが、うん、そういったところも、あと宇宙もそうですしね、もっと言うと ペーパルなんてキャッシュレスなんて10年以上前にやってたって、結構、うん、そうですね、そうですね、そういう意味ではすごいですよね、うん、技術なんでしたっけ、ビジネスがうまいんですよね、そうですよね、技術って分かってるんですかね、どのぐらい理解があるんですかね、技術はもともと物理屋ですから、はいはい、すごい分かってると思いますよ、僕がイーロン・マスクが結構すごいなと思ってるのは、はい、あ、そのどんだけ赤字やねんって、その何ですかね、はい、黒字の会社ってあるんですかね、うん、だけどどんどん前に進めてるんで、時価総額はどんどん、あ、そうそうそう、それこそディープテックってそういう世界じゃないですか、すぐには物としては売れないけど、まあ、いろんなあの手この手でちゃんとこう技術の開発を進めるとすごいですよね、それはすごいと思う、投資家が文句言わないですから、ね、投資家がそれでよしと言ってるからすごいですよね、うんうんうん、よしと言ってもらうようなこうプレゼン能力であったりとかっていうところもあるんですかね、うん、あのシリコンバレーのエコシステムなんですかね、あ、そう、まあ、日本みたいだともうすぐ黒字要求してきて、そうですね、やっぱり株主の方の目がっていうところありますけど、松尾先生、そもそもそのやばい人っていう表現はどういうところがやばいなって、月並みですけどやっぱビジョンがすごいっていうか、まあ、20年ぐらい先常に見てますよね、一人だけそこを見抜いて勝手に信じてやってるみたいな、なんでいずれ世界が後からついてくる感がね、うん、ありますね、だからその間一生懸命お金が足りなくなるんで、ね、なんとかしのぎますけど、うん、やっぱ 見抜いてる世界観っていうのはすごいですよね、と思いますね、うん、あれやってることが全部直球中の直球ですよ、うん、あ、直球なんですね、だからあの自動運転、まあ、あれも最初 EV なので車バッテリーで動くビギター以上なんですよ、うん、当時のバッテリーの技術でそれやるのマジかっていうんだけどやるみたいな、でニューラリンクも多分、うん、VCR だったら埋めないと絶対ダメと言って、うん、で埋めるの最高にするなっていうので手術ロボット作んなきゃいけないみたいな、うん、直球の直球を通すためにはこれ必要って言って逆算してやってて、うん、でっていうのができる、まあ、財力と、まあ、ビジョンがあるかなという、でスペース X もそうですね、ロケット戻ってくるべきみたいな、うん、だから言ってることはすごいシンプルで、やることはめちゃめちゃ大変なんだけどでもやるみたいな、でだからそこはサイエンティスト的にあの羨ましいのは、結構科学者って変化球でやりたがるんですよね、みんな直球で苦労してるけど私はこのカーブで行きましたみたいな、で彼カーブしないみたいな、あくまでも直球ど真ん中ストライク通すっていうのでやってるので、そこじゃないですかね、あの先日その人型ロボットを、はい、やってましたよね、はい、イーロン・マスクが発表したっていうところで、うん、なんか、まあ、日本人からするとロボットってもうちょっと可愛らしいとかっていうイメージだったと思うんですけど、なんかその、まあ、映像を見たら本当に人型で、しかもなかなか身長がしっかり高いスラッとした感じので、ちょっとなんか私からしたらちょっと気持ち悪いなっていうか、あれ面白い感じしたんですけど、ですよね、いや日本人ってもともとヒューマノイドやってたはずなんですよ、だってもともと日本人のロボットって感覚って人型なんで、うん、逆に世界がいやそんないらなくて、はいはい、車輪とか自動車でいいじゃんって言って、うん、なんか日本人の社畜ってちょっとこうヒューマノイドに対する熱は若干落ちてたと思うんですけど、ここへ来てイーロン・マスクがヒューマノイドだって言ったんで、はいはい、なんかここから、ね、蓄積はあるから意外と日本、まあ、なんかヒューマノイド面白いかもしれないですよね、彼日本のアニメ大好きですよね、あ、そうですよね、そこから影響されてるあのイーロン・マスクがね、はいはいはい、やる鉄腕アトムとか、はいはい、自動運転もそうかもしれないですけど、だいたい SF の世界から来ること多いですもんね、うん、SF といえば歴元先生はすごく SF 昔からお好きって伺ったんですけど、はい、はい、あのそう研究者としてのルーツも最初 SF っていうところとかは結構大きかったんですか、あ、だから僕の世代は、まあ、アトムとサイボーグ009、はい、アトムの世代だけど、子供の時は正直言ってアトムよりサイボーグ009の方がかっこいいと思ってたんです
だからなんか謎のこうアタッチにつけたり、はい、アタッチメント機、うん、だからそれもあるんですけど、あでも確かにイーロン・マスクがもしアトム好きだったらすごい面白いなと思うのは、やっぱり手塚治虫とか石森章太郎みたいな人が作った世界って、さっき言ったそのストレートど真ん中の世界なんですよね、うんうんうん、だからそれに魅了されるっていうのは多分普通の理科系の人はみんなそういうプロセスがあるんじゃないかと思うんですよ、うんうんうん、確かに、まあ、影響というか影響は受けますよ、うんうんうん、世界こうなるんだって、だ未来こうなるのが当たり前で今はまだそこに至ってないだけだから、うんうん、だからこう足りないものないかって探すという感じですよね、うんうんうん、最近三体ってあるじゃないですか、ああ三体、中国の小説、うん、あれやばくないですか、なんか、はい、読まれました、すごい分厚いですよね、読みました、はい、読みました、僕はあのやっぱ SF って結構やっぱ科学技術の、ね、なんか若い人刺激与えるから SF の力っていうのが割と潜在的な国の力に近いなと思ってるんですけど、はい、なんかそういう意味では あれが出てきたっていうのは、ね、なんかやっぱねちょっとやばい感、中国の底知れぬ力を底力ですよね、感じます、思いますけどね、はい、なるほど、そのやっぱ国が盛んになるときに中国でその、まあ、あの SF 作家今続出してるんですよ、で、はい、ネビラ賞とかでアメリカの賞も取ったりするので、そこのやっぱりパワーが科学技術だけじゃなくて作家が生まれるのはやっぱり底知れない力だと思います。あ、なるほど、アキラス、なんであんなにいきなりこう戻ってたんですか、すごいパワーなんですよ本当に。